に願いが叶いましたとか。皆さんこんにちは、スピーチャリティサンディです。今日もありがとうございます。今日は明日8月15日にやってくる開運日の一粒万倍日について皆さんと分かち合いをしていきたいと思います。このチャンネルではこういった開運日や星の動きなどを含む見えない世界の力を日頃から活用していくことで、理想のライフスタイルや理想のパートナーシップなどあらゆる願望をさらに効率よく実現するための情報を毎日発信しています。そうそう、今日の本題に入る前に、今月大切な日があと2日ありますので、そのお知らせを先にさせてください。今月22日は風の時代の象徴水瓶座の満月、そして28日は天赦日と神吉日が重なるこの夏最高の開運日がやってきます。22日は先月から連続で水瓶座の位置で満月を迎えますので、次も風の時代に不要になった重い周波数を手放す浄化のエネルギーワークを皆さんにお届けします。そして28日は天赦日と神吉日のご利益を最大化する願望実現のエネルギーワークをお届けいたします。どちらも動画で公開しますので、今のうちにチャンネル登録とベルマークをクリックしていただいて、タイミングを見逃さないようにしてください。僕の動画でのエネルギーワークはこのエネルギーの体感率が 90% 以上誇りますので、ぜひ両日ともチェックしてみてください。はい、お知らせは以上です。続き本編をお楽しみください。それでは本題ですね。一つ目のトピックなんですけれども、明日の一粒万倍日はどんな日なのかということ、この基本情報についてですね。そして2つ目が一粒万倍日の運気を倍増させる開運アクションについて、そして毎回ご好評いただいている開運アクションの上級編を3つ目のトピックとしてお伝えして、最後に明日お届けする遠隔参拝エネルギー動画のお知らせについてシェアしていきますので、今日もぜひ最後までご覧になってください。それではまずはじめに一粒万倍日の基本情報です。この一粒万倍日は文字の通り、一粒のもみが万倍になる日という意味がありまして、お金を増やしたいとか、会社や事業をさらに発展させたいとか、物事を長く続けて結果を出したいとか、こういった目標に向けてこの日から準備をしたり、物事をスタートすると結果成果が出る、万倍となって結果が返ってくる、あとはスムーズにことが運ぶと言われている、そういう吉日のことなんですね。でどんなお願い事でもこの日にやると叶いやすいとされている開運日です。今お話ししたようなお願い事がある方には特に活用していただきたい開運日でして、何か行動するきっかけになったり、決断をするきっかけになったりと、この一粒万倍日は日々の生活にも取り入れやすい開運日なのかなと思っています。この8月は先週1週間のうちに3回も一粒万倍日がやってくるなんていう、そういうレアな開運ウィークでもありました。そして明日の15日、20日、27日と8月はあと3回一粒万倍日がやってきますので、この日に何をやれば結果が万倍になって嬉しい展開になりやすいのか、この開運アクションについてお伝えしていきますね。一粒万倍日にどんな開運アクションをやればいいのか、いくつかご紹介していきます。例えばこの日からステージアップするために勉強や習い事を始めたりだとか、あとこれまで躊躇していたことや諦めていたことを勇気を持って始めてみたりだとか、事業をこの日から始めてみたりだとか、開業届を出したり転職活動や就職活動を始める、そして契約や申し込みをするのにも良しとされています。それからお財布を購入したり、この日からお財布を使い始めるっていうのも開運アクションだというふうにされていまして、あとは金銀プラチナや株など、そういう資産を増やすための投資、あとは寄付や募金をする、気になっていたものを購入するなど、お金が万倍になるようなアクションもぜひやってみるとすごくいいですね。あと気分転換をしたい人はこの日にインテリアの配置を変えてみるとか、お部屋にお花や観葉植物を飾ってみるとか、あとは掃除をする、浄化アイテムを使って部屋全体の浄化をするっていうこともすごくおすすめです。余談ではあるんですけれども、僕が以前ライブ配信の時に使ったハンドパンという楽器も、実は音を聞くだけで浄化や癒しの作用があると言われています。なのでこのハンドパンの音楽を聴いてみるのもこの日はいいんじゃないかなと思うんですよね。 YouTube にもアップされているもの結構ありますので、気になる方はぜひハンドパンで検索してみてください。そして一粒万倍日は金運アップデートも言われているんですけれども、お金だけじゃなくって、実は恋愛のお願い事にもとてもいい日とされています。この日に意中の相手に告白するとか、
デートをするとか、あとはデートに誘うこと、プロポーズをすること、あと入籍や結婚するということ、家族にパートナーを紹介するということ、あとシングルの人は出会いの場に直接行ってみたりだとか、マッチングアプリに登録したりだとか、友人や家族に紹介してもらう、こういったアクションをしてみると、一粒万倍日のエネルギーのサポートを受けて、恋愛のお願い事も想像以上のハッピーな結果につながるかもしれません。ですので、愛のお願い事をしたい方も、お金のお願い事をしたい方も、どういったお願い事も最大限にこの一粒万倍日を活用して、今ご紹介したようなアクションを楽しみながら、たくさんのご利益を引き寄せていただきたいなといつも思っています。はい、そしてこの日はどんな物事もスムーズに行きやすい日ではあるんですけれども、何でもやっていい日というわけではありません。例えば人を批判したり悪口を言うこと、あとは自己卑下や自分へのダメ出し、あとわざとネガティブなことばっかり考えるということ、こういったことも万倍となってしまいますので要注意です。そして借金をすることも借金が万倍になるとされていますので NG 行為なんですね。特に返済のためにお金をさらに借りるなんていうパターンは、さらに借金が増えてしまいますので要注意です。今お伝えした注意点も踏まえていただいて、一粒万倍日が得意とするテーマを活用して、万倍となったら幸せで嬉しいこと、喜びにつながることを意識してやってみると、きっとさらに素敵な現実を引き寄せることができるはずです。はい、それでは次に、毎回とてもためになるとご好評いただいている開運アクションの上級編について、これからお話していきたいと思います。ちょうど今お盆の時期ですよね。お盆の時期といえば、ご先祖様を供養するという日本人にとってはとっても大切なイベントだと思います。1年の中でも本当にみんなが大切にしているイベントだからこそ、明日皆さんにやっていただきたい開運アクションが一つあります。それはご先祖様に感謝をするということです。今あなたが生きているのは、紛れもなくあなたのご両親がいて、そのご両親にも2人ずつ両親がいて、そのまたご両親にもそれぞれご両親がいて、ちょうどですね、20代前のご先祖様を遡ると、なんと200万人ものご先祖様がいて、あとなんとですね、27代目まで遡ると1億人もいると言われています。その何億人といらっしゃるうちの、どのご先祖様が欠けても今のあなたは生まれてこなかったっていうことなんですね。どうでしょうか。そう考えると、今生きていることって感謝以外ないんじゃないかなって僕は思うんですよね。ご先祖様を供養する、大切にする、大事にするイベントがちょうどこのタイミングでやってきているので、今一度改めて先祖に感謝を伝えるっていうこと、このことが何よりもあなたを幸せのサポートへと導いてくれる開運アクションになるはずです。どんなご先祖様もあなたという子孫が感謝を伝えてくれたら、どんなに喜んでくれるでしょうか。子孫の幸せを願わないご先祖様、あとは子孫が感謝を伝えてくれることが嬉しくないなんていうご先祖様は一人としていないはずです。そう考えると、今生きていることが本当に奇跡だと思いませんか。ご先祖様の思いの集大成が僕たち一人一人っていうことなんですね。ご先祖様がいたからこそ、こうやって僕たちは画面を通して出会えたわけですし、たくさんの人と幸せや豊かさを共有できるのも、元をたどればご先祖様のおかげなんですよね。なので、ぜひ明日はご先祖様に思いを馳せてみる一日にしていただけたらなと思います。地域によってはこのお盆の時期が少しずれているところもあると聞いているんですけれども、ご先祖様に感謝を伝えるようになると運気も必ず上がりますので、明日はぜひ感謝を伝える日にしてみてください。はい、それでは最後ですね、明日公開する超開運遠隔参拝エネルギー動画のお知らせを最後にさせていただきます。このチャンネルでは、不成就日を除く開運日ごとに全国の神社仏閣の遠隔参拝動画を公開しています。毎回見た方から、お金の引き寄せはもちろんのこと、急に願いが叶いましたとか、不安に思っていたことが解消されましたという、こういうご利益のご報告をいただいています。明日は広島県の広島東照宮の遠隔参拝動画を、このチャンネルのストーリーにて朝9時ごろに投稿します。これはスマホ版の YouTube アプリでしか視聴できませんので、ご注意ください。見方なんですけれども、先にチャンネル登録をしておいていただいて、で時間になったらスマホ版の YouTube アプリから、このチャンネルのプロフィール画面をタップしていただくと、ストーリー動画がスタートします。
ぜひチェックしてください。このチャンネルでは開運日の虎の日と巳の日にそれぞれ唱えるといいマントラがあるんですけれども、一粒万倍日は何のマントラを唱えたらいいですかとよくご質問を受けるんですが、一粒万倍日には特にマントラを唱えなくても大丈夫ですので、これはもう気楽にご覧いただいてエネルギーをただただ受け取っていただければなと思います。ストーリーはアーカイブが1週間残りますので、1週間前に公開したカシーグーのエネルギー動画、そしてその次に昨日公開された金蛇水神社のエネルギー動画が流れますので、その後に広島東照宮の動画が見られるようになっています。この間少しの間お待ちくださいね。はい、それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。スピーチャーリッチ三輪がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。